皆様こんにちは。大変久しぶりの動画になるかと思います。雑談動画ですね。雑談動画というか告知というか、今日はいくつかもうほとんどお知らせに近い状態なんですけども、その前にちょっと軽くお話しさせていただきたいと思います。まあ、最近、そうですね、ちょっとこちらで見えてるんですけど、最近動画の、ハンドメイド作家さんのハッピーニッティングオアさんの作品を動画を拝見しながら作ったうさぎです。見ますでしょうか。中に鈴も入ってます。これ実は毛糸、ちょうどアマリットで作ったんですけど、ちょうどこれで済みました。これで毛糸がなくなりました。花もこれ最後の花だったんですけども、この花も最後で終わりました。まあ最近作った編みぐるみなんですけども、で最近作ったものって言ったら、ちょっと作ったものっていうか、最近なんかインスタグラムとかで流行ってるらしいんですけども、その月齢シールっていうか月齢もののアイテム作りが流行ってるそうなので、ちょっと私もこのロゼットでちょっとそういったものを作ってみました。仮にその8歳のお誕生日、8ヶ月のお誕生日とか、お誕生日というか8ヶ月目のお子さんと想定して、こういったシールを作って、シールというかロゼットを作ってみました。こういうロゼットだったらもう紙とマスキングテープとシールと、あとはその紙があればできるものなので簡単にできるかと思います。私はこのロゼットで作ってみました。で他にも例えばその月齢だけじゃなくて、1歳の誕生日だったらこういうふうにちょっと作ってみても可愛らしい感じになるなって思いました。色はこんな感じですね。なんかピンとかで食べても可愛らしいんじゃないかなと思います。これちょっと試しで作ったものなので、ぜひよければ過去にマスキングテープの動画を上げてるかと思うので、ちょっとまた下の概要欄に貼り付けておきますけれども、またご覧いただいてお作りいただけたらなと思います。これが最近作った紹介ですね。あとちょっと番外編なんですけども、お友達からそのマスキングテープ、香港製のマスキングテープを送っていただいたので、香港製というか香港に旅行に行かれた時に、その美術館というか博物館で売店で販売されたそうなんですけども、こういったマスキングテープでこういったちょっと和風な感じのロゼットも作ってみました。ちょうどいいシールがなかったんで、ちょっと紙にシールを貼り付けて、ちょっと黒猫をちょっとつけてみました。これが最近の作ったものの紹介でした。さて、お知らせなんですけども、まず1件目。最近は、インターネットの、ちょっと通販、もどきみたいなものをちょっと始めておりまして、そちらのサイトでいろいろちょっと自分が作った小物アイテムを取り扱っております。例えばですね、レジンで作ったボタンとか、あとそのポーチも手作りで作っております。そういった手作りアイテムで出してるんですけども、こちらのサイトさんっていうかというと、テトテさん、テトテさん
は、その、まあ、ハンドメイド大手の、その、ミンネさんとか、あとは、その、インターネット、まあ、スマートフォンアプリとかで、メルカミさん、まあ、といった感じの、まあ、その、インターネットの通販専門サイトなんですけども、まあ、そちらでは、ハンドメイドを取り扱った商品、商材が多く揃ってるっていうことで、こちらのサイトを利用して作っています。最近作った、まだちょっと、販売ページには用意してないんですけども、こちらの帽子を作りました。まあ、この帽子もちょっと、後々出してみようかなと考えております。で、まあ、まとめですね。ここで、こちらでちょっと取り扱っております。まあ、手作りの小物がお好きな方とかは、ちょっとこちらでちょっとご覧いただいて見ていただけたらなと思います。では、その今年始めたトドトって言ったら、その通販以外にも、まあ、そうですね、今回の動画の、まあ、本題なんですけども、こういった動画制作には、まあ、今撮影しているこのカメラとか、例えばそのこう立ててる今ちょっとこう三脚、ミニ三脚でやったりとか、まあ、こういった資材ですね、資材の購入とか、あと、まあ、手作りのもので合わせるその、まあ、手芸品とか、あとはそうですね、アップロードするためのその、まあ、過去にちょっと iPad でやってたんですけども、ちょっと iPad をちょっと手元にないので、まあ今はちょっとやりくりできる範囲で上げられてるんですけども、もうちょっとクオリティが高い動画作りもしたいなと考えております。なので、まあ、最近はな、クラウドファンディングっていうのがされてる団体さんが多くいらっしゃるそうで、私もちょっとこちらのクラウドファンディングにちょっと名前だけ登録させていただいております。まあ、ゆくゆくは私自身はそうですね、手作りのものとかをちょっとこう告知できたりっていうのもあるんですけども、まあ、過去に動画としてそのお菓子作りの動画とかいろいろご紹介してたと思うんですけども、そういった動画の今後の作品作りとか、あとはそうですね、時々旅行動画も上げてるんですけども、旅行のためのその交通費とか、あとはそうですね、まあ、先ほど申し上げた機材の投資費用とか、あとはそうですね、クラウドファンディングは、その、まあ、こちら側がいくらか金額を設定して、で、その視聴者の方っていうか、そうですね、アクセスしていただいた、その、パトロンっていう、支援者の、まあ、支援者の方はパトロンって、こう、クラウドファンディングさんでは、おっしゃるみたいなんですけども、その、ご支援いただいた方への、その、リターンは、こちらで、今、いくつか検討中です。まあ、どういったものかを考えているかというと、その手作りのカバンとか、エコバッグとか、あとはそのコースターとかをちょっと検討しています。まあ、他にもいろいろちょっと考えてはいるんですけども、これが実現可能かどうかはまたちょっと自分の中でちょっと審議検討して進めていきたいと思います。で、まあ、詳細なんですけども、こちら見ますでしょうか。こちらでちょっと登録させていただいております。まあ、主に、こういった、キャンプファイヤーさんっていう名前なんですけども、こちらのサイトさんにはすごく面白い内容の企画が他にもいろいろあるそうなので、面白いご企画とか、見つけられた時には参加されてもいいんじゃないかなって思います。本当に楽しい、企画さんが多いので、私もちょっと参加してみました。まあ、以上が、今回の、その、まあ、もう、
9割方告知で大変申し訳ないですけども、まあ近況とそのお願いの動画でした。皆様いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今後はちょっといつアップロードできるか分かりまますけども、またその報告の動画が撮れればお知らせしたいなと思います。Thank you for your watching. Dankeschön. いつもありがとうございます。